開幕戦の試合前始球式には女優の橋本環奈さんが登場しまして、華やかに始球式が行われました。さあ、ジャイアンツは先発、来日1年目で初めて開幕投手を任されましたビーディー。その立ち上がりですが、先頭バッターの1番の岡林にいきなりスリーベースヒットを許しまして、ドラゴンズが先手のチャンスをつかみました。そして2番の大島、あっという間にわずか5球、ライトへのタイムリーヒットで1点をドラゴンズが先制です。裏のジャイアンツ、ドラゴンズ先発はサウスポーの小笠原、ランナーを置いてこの岡本の当たりはレフトフェンスの前、得点にはつながりませんでした。3回です。ランナー3塁2塁、アキーノを迎えたところ、ショート坂本、この前進守備で横っ飛びよく止めましたが、この間にサードランナー帰ってきまして、タイムリー内野安打で2対0としています。直後の3回の裏、今度はジャイアンツが満塁のチャンスで小笠原を攻めますが、4番岡本の当たり、ライトへの大きな当たりでしたがライン際、ここは小笠原が乗り切りました。4回の裏のジャイアンツ、2点リードを許す試合展開の中、最初の点はこの中田のバットから生まれました。今シーズンの第1号、ドラゴンズファンで生まれレフトスタンドに運んで2対1。移籍しました松田のジャイアンツでの最初の打席はこの7回、サードゴロとなっています。この7回の裏、2対1ドラゴンズリードは変わりません。8回です。ルーキー船場様がマウンドに立ちまして、見事にこの4番アキーノから3者連続三振、素晴らしいデビューを飾ったルーキーの船場様です。そして8回の裏、ランナー2人を置いたこの場面、今日第1号のソロホームランを打っている中田に今度は2点タイムリーヒットが出まして、ジャイアンツが逆転の8回の裏。小笠原に託した立浪監督の思いが届かず、ジャイアンツが逆転したこの8回の裏です。小笠原がマウンドを降りました。そして9回、最後は大勢ではなく新戦力のロペスがマウンドに上がったこの場面、サード岡本の一塁への悪送球でランナーが出て、ここからドラゴンズの猛攻が始まります。ランナー3塁2塁のこの場面で高梨、ホームに送球しますが、高松の手が早くホームに帰って、これで3対3、同点にドラゴンズが終盤追いつきました。なおも満塁で3番の高橋周平がレフトオーバー、2点タイムリーでついにドラゴンズが勝ち越し、5対3。さらに4番のアキーノ、センターへの犠牲フライで試合を決定づける6点目。最後はドラゴンズ、ライネル・マルティネスがマウンドに上がり、先発小笠原のピッチングに応える、代打の梶谷を打ち取ってセンターフライ、ドラゴンズが開幕戦を制し6対3で勝利を収めました。去年と同じカード、ドラゴンズが2年ぶりに開幕戦勝利となった今日のゲームです。対戦投手ロペス、西武対